皆様、おはようございます。本日はお忙しい中お入りいただき、誠にありがとうございます。今見代表の万波瑠璃です。本日もハワイ留学オンラインサロン第6回目となります。こちらのサロンでは現地サポートメンバーも交えて約30分間、留学のプロによるハワイの情報を皆様にお届けしています。ここでしか聞けない現地最新渡航状況や、スクール情報のほか、滞在を充実させるレストランやアクティビティなど、ガイドブックには載っていない生の情報をお伝えすることを目指して月に1回お届けしています。はい、今回はスペシャルゲスト、親子留学ママのマリエさんからのハワイ最新情報があります。そしておすすめの学生寮ハワイアンジュエリーの魅力と歴史のほか、特別コンテンツとして女性一人でも楽しめるレストランのご紹介など、今回も盛りだくさんのコンテンツでお届けしたいと思います。今回から留学情報の後25分頃より現地メンバーも交えてハワイ何でも Q&A タイム、そしてハワイの裏事情も語れる座談会を約15分間程度設けることになりましたので、ぜひこの機会をご活用ください。コアな情報が出ることもありますのでメモのご用意をお勧めします。また個別にご質問がある場合は Zoom のチャット機能にて入れておいていただければ、後ほどお話しできればと思います。村井さん。こんにちは、おはようございます。現地留学サポートの村井です。本日はよろしくお願いします。最近私、ハワイの、ハワイ直産されるですね、牛肉があるんですけども、それのですね、焼き方についていろいろ研究をしておりますね。また何か新しい情報がありましたら、伝授したいなと思います。よろしく。ありがとうございます。では、まずはいつもの通り皆様にハワイの最新状況をご案内します。はい、見慣れた方も多いと思いますが、ハワイの感染状況です。ハワイは先日時点で64名程度となっており、引き続き安定していますね。日本からのフライトの状況もあまり大きく変わってはいませんね。日本と大きく違っているのはワクチンの接種が急速に進んでいるという点です。現時点で約60万人弱、全人口の 43% 程度に相当する人々が2回目のワクチンを終えています。現状日本だとまだ高齢者や医療従事者が優先的に接種を始めている状態ですが、ワクチン接種の進むハワイ州では現在12歳以上まで対象を広げて、予約なしでも接種が受けられるように対策を急ピッチで進めているんです。またハワイの小学校の夏休みは日本より早くて6月頃から始まるんですけれども、サマーファンと呼ばれるホノルル市が運営する小学生対象のイベントが再開されることになりました。これは夏休み期間中に公園などでそれぞれの学校に通うハワイの子どもたちを対象に様々なアクティビティや催しを開催するもので、こういった行政機関によるイベントが再開されるということが、ハワイのワクチン接種や感染防止策が効果を上げているということの象徴的な状況と考えられます。皆様もご存知の通り、イスラエルではすでに過半数以上がワクチンを接種して、最も多かった1月頃は1日あたり1万人の新規感染者がいたんですけれども、今ではなんと1日あたり29名といった数字になってますね。ハワイもワクチン接種率が4割超えて、イスラエルのようになるまでもう一歩かなと感じさせられます。弊社と取引のあるハワイの語学学校も生徒さんが増えて結構忙しくなってきていて、以前のような楽しいハワイが戻りつつあります。はい、さてここで弊社にてハワイ親子留学のサポートさせていただいて、5月からハワイ生活をスタートされたマリエさんでいらっしゃるんですけれども、渡航の状況とか現地の雰囲気とかスクールライフについてお聞きしていきたいと思います。スペシャルゲストです、マリエさん、よろしくお願いします。アロハ、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ映像を見せてくださるんですよね。はい、まずちょっと簡単に自己紹介させていただくと、はい、私は、3週間前から5歳の娘と一緒にワイキキの方に滞在させていただいてます。で、今回、イーマミーさんにいろいろと、お世話になりまして、その出発からの様子を映像でまとめさせていただきましたので、皆さんにご覧いただけたらと思います。
ではよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、出発は5月7日ですね。羽田空港国際線ターミナル。かなり人が空いているというふうに聞いていたんですけれども、ゴーストタウン状態でした。で、ハワイの空港もこのような形で、人がガラガラだったんですが、いざワイキキビーチに到着してみると、意外と、たくさんの方で賑わってるなという印象です。アメリカ本土からの観光客がかなり戻ってきているようで、日本人はあまり、目にはしないんですけれども、随分賑わいを取り戻しています。そして私がまず向かったのがシェラトンワイキキホテル。こちらがリニューアルしてかなり雰囲気が変わってました。プールはマリナベイみたいな、ちょっとラグジュアリーな雰囲気のところもあります。そしてですね、こちらが子どもたちに人気ということで、ウォータースライダーのあるプールも新しくできていて、とっても子どもたちが楽しんで泳いでいました。はい、これがうちの娘ですね。はい、そして、私は3ヶ月間滞在を予定しているので、まず日用品を買いに行こうということで、ドン・キホーテに向かいました。ワイキキのバスから、ワイキキからもバスが出ていて、バスの停留所から歩いて行けるので、とっても便利なところにあります。日本食だったり、日本の調味料なんかも一通りこちらで揃うので、ぜひハワイに行かれる際はこちらを、こちらに行ってみるといいかなと思います。そしてお昼にアラモアナショッピングセンターのフードコートに行ってきました。こちらお店はまあほとんどオープンしていて、人もかなりにぎわっています。ですが、距離はきちっと確保されています。で、エクスイングスカフェで、定番のパンケーキを食べました。で、こちらがお世話になっているプリスクール外観ですね。中はちょっとお見せできないんですが、で、公共の場は、きちっとソーシャルディスタンスが保たれていて、エレベーターも2人だけとかっていう感じです。で、無事に、ワイキキの生活もスタートしまして、毎日、楽しく過ごさせていただいております。これからまだまだですね、いろんなところに出かけて、ワイキキ生活を満喫したいと思っております。はい。はい、ありがとうございました。すごい、順調にね、生活を開始されていて、スクールもやっと慣れて、まだ来てないでしょうかね。頑張ってくださっています。はい、一週間ぐらいですかね。通って一週間ですよね。一週間。そうですね。はい。そうですね。親子留学を考えてらっしゃる方も、いるかと思いますけれども、こんなね、笑顔が見られています。頑張ってます。ということで、ちょっとせっかくなのでご質問をしたいんですけれども、はい、今コロナ禍で、皆さんとにかく行っていいのかな、大丈夫なのかなって思われている方がたくさんいらっしゃるんですが、その辺はね、どうして決意できたのか、何が決意させたのか、コロナ禍ハワイに、はい、行くということ、はい、そこを聞かせてください。はい。一番は、日本もかなりシビアな状況が1年以上続いている中で、子供の学校が閉鎖になったりとか、近くの公園が、もう中に入れなくなったりとか、相当こう、神経質な状況が続いている、いてですね。まあ、その中で、ハワイが、まあ、唯一、事前の陰性証明があれば、隔離なしに過ごせるっていうところと、あとは子どもの、語学の習得のためだったりとか、まあ、異文化コミュニケーションのためにということで、今回、ハワイ行きを決意しました。あとはですね、一番というか、まあ、すごく大きな要素になったのは、イーマミさんに、大変お世話になって、この方々にサポートしていただけるんだったら安心だなというのも、すごく大きな要因にはなりました。はい、ありがとうございます。質問、まだたくさん、したい方いらっしゃると思うので、後ほど座談会でまた、答えてくださると思いますので、その時にまたご質問してください。はい。はい、ありがとうございます、マリエさん。それではまた、ちょっとお願いします。はい。はい。それでは次の留学トピックに行きたいと思います。はい。いいですか？はい。これまでは留学中の滞在先としてワイキキのコンドミニアムやホームステイのお話をさせていただいてきましたけれども、今回は学生寮のお話です。
ワイキキやハワイ大学のすぐ近くに位置する寮、ワイキキビスタをご紹介いたします。今までもね、ちょっとお話ししたことあったかと思うんですけれども、詳しくいきたいと思います。こちらは学生や社会人、さらになんと親子留学でも使える滞在先なんです。学生寮と聞くと、寮で集団生活をイメージされる方も多いと思いますが、ワイキキビスタはハワイの様々な学校に通う国際色豊かな留学生向けの寮で、場所はワイキキ山側にあります。お写真のように結構しっかりとしたビルで、滞在する方は学生と社会人がメインなんですね。セキュリティが常駐していて、女性でも安心して滞在が可能です。気になるお部屋のタイプは、まずスタンダード。弊社ではスタンダードは短期留学の学生さんにお勧めしています。2名で滞在した場合、1泊1名あたり36ドル程度となって結構リーズナブルですよね。デラックスっていうお部屋は、眺望などによって変わってくるんですが、特徴的なのが1人部屋から4人でのシェアなど、様々なお部屋のタイプから選べることです。長期やルームシェアの皆さんにお勧めしています。部屋タイプとシェア人数で1人1泊あたりという料金設定になっていて、デラックスの2名利用であれば1泊1名あたり38ドル程度と、スタンダードタイプとほとんど差がないんですよね。ですが、広めの角部屋だったり、海が見れたりと結構お得です。またホテルやコンドと違って時期による料金の変動がないのも嬉しいんですよね。ホテルの場合、ハウスキーピングやコンシェルジュ、ゲストサービスなど様々なサービスがあって、どうしてもその分一泊料金が上がってきますが、ある程度ハワイを訪れていて自分たちでいろんなことができてしまうような中級者以上にうってつけの滞在方法となります。また語学学校などで英会話を学ぶ方にとっても英語でコミュニケーションを取れる機会が多いことから英語力アップにもつながると思います。お部屋と施設にお話を戻しますが、各お部屋に簡易キッチンがついているものの、コンドミニアムほどの設備ではないことが多いです。しかしご安心ください。こちらの寮をキッチンがついたラウンジがあって、そこでの調理が可能になっているんですね。寮のラウンジで様々な国からの人々と調理したものをシェアする楽しみも味わえるかもしれません。ホテルの場合、こういった出会いや交流の場がないので、このラウンジのメリットを活用してお友達ができるのも魅力になっています。ホテル滞在と違って暮らすことがメインなので、自炊は考えておいた方がいいですよね。その意味でアクセスが良くて、近くにスーパーがあったり、テイクアウトができるレストランがあったりと、穴場的な立地になります。また他の会社では、あまり知られてないんですけれども、親子留学での裏活用術っていうのが、弊社ではご提案しています。親子での滞在は、他のゲストが子供と遊んでくれたりとか、宿題を見てくれたりする、お兄さん、お姉さんの出会いもあったりするんですよね。親子留学の場合、お子さんの学校はやはり英語になりますよね。帰宅後ママとは日本語になると思うんですが、寮の場合、ラウンジなどで引き続き英語でのコミュニケーション時間もできますので、生きた英語環境が生活の場にあるという点でもおすすめです。子供たちが若者に遊んでもらえるっていうお話ですと、うちの息子がね、4、5歳の頃でしょうか。やむなく平日にハワイ大学のコンピュータサイエンスのビルに連れて行くことがあったんですが、小さな息子がバックパックにおもちゃをいっぱい詰めて、ビルの中をうろうろしていたら、大学生が珍しがって結構声をかけてくれたんだそうです。で一緒にハワイでね、人気だったマンカラっていうゲームをして、とても楽しかったっていう話を25歳になった今でもしているんですよね。子供にとっては心に残る経験になるようです。はい。それでは、ちょっと、気分を変えまして、続きまして、ハワイアンジュエリーについてご紹介いたします。ハワイアンジュエリーといえば、花や波が刻まれたハワイのジュエリーと漠然としたイメージをお持ちの方も多いと思います。すでにお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、そのルーツや歴史を知る方は意外に少ないのではないでしょうか。今回はジュエリーの歴史やデザイン、カスタムオーダーに至るまで、ハワイアンジュエリーの魅力を掘り下げて皆様にご紹介します。実はハワイアンジュエリーのルーツは、ハワイと交流のあったイギリスにあります。イギリスと聞いて驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、ハワイを1778年に発見したのは、イギリスのキャプテン・クックですね。
以降、イギリスとハワイは長い国交があります。ハワイの州旗はユニオンジャック。そう、国交のあったイギリスの国旗をモチーフにしてますよね。さて、ハワイのジュエリーを、ルーツをたどると、17世紀に当時イギリスやヨーロッパで大流行していたセンチメンタルジュエリーと呼ばれるジャンルにたどり着きます。このジュエリー、ブローチやリング、ペンダントなど、実に様々なものがあり、特徴や様式としては愛を伝えたり、信仰を誓うものだったり、死を悼むものだったりと、メッセージ性が高いことが挙げられます。彫り物は、花や自然のシンボルで花言葉や伝えたい気持ち、メッセージを彫り込むのが特徴です。また、リングなどの裏側にメッセージや文字を刻んだりすることも、この時代の流行りでした。ヨーロッパ各国で17世紀に流行した後、19世紀に再びリバイバルが起きます。ハワイのジュエリーの歴史的なターニングポイントがこの時代です。当時、王室同士の贈答品として、ハワイにもわずかながらすでにセンチメンタルジュエリーが入ってきていましたが、王族の一部の人々がセレモニーやパーティーで身につける程度で、まだ大衆の市民権は得ていませんでした。そんなハワイは王朝映画の時代。ハワイ王朝は日本をはじめ世界の様々な国々との交流を広げていましたが、特にイギリス王室ととても活発な交流がありました。アロハオエという曲で有名なリリオカウラニの登場する時代です。1800年代後半の当時のイギリスはビクトリア女王で、ある時愛する旦那様を亡くし、深い悲しみにふけていました。そこでリリオカウラニ女王はビクトリア女王に向けてジュエリーを贈ります。そのジュエリーは金のブレスレットで、フォーマナを舞うと黒のエナメルで文字が刻まれていました。ハワイ語で永遠を意味するこの言葉、リリオカウラニ女王は本当に優しい方で、深い悲しみにあったビクトリア女王を励まそうとしました。ハワイからイギリスに逆輸入的に送ったこのジュエリーが、皆さんのよく知る今日のハワイアンジュエリーの起源です。この後、ハワイの大衆に受け入れられ、市民権を得るのに必要なことは何だと思いますか？はい、流行ですよね。王室一部の人々のジュエリーがハワイの一般の人々に受け入れられる出来事がやってきます。リリオカウラにはその後、恩師である当時の学校の校長をしていた知人女性にアロハオエ、日本語であなたが愛されますようにと彫られたジュエリーを贈ります。その後、女性が勤める学校でそのジュエリーに似たものをつける生徒が増え、ジュエリーが大流行したんです。それからハワイの人々の市民権を得るまでにそう長くはかかりませんでした。これが私たちの知る現在のハワイアンジュエリーに隠された歴史のストーリーです。はい、それからは徐々に花や波、月といったハワイの自然のモチーフのバリエーションも増えて、デザインもモダンになったり、キュートなものであったり、影でアロハの文字が浮かぶものといった具合に、どんどん進化しているんですよね。ハワイ旅行のベテランリピーターの皆さんには、昔のデザインと違ってきたなって感じる方もいらっしゃるんではないでしょうか。ハワイアンジュエリーは高価な宝石を豪勢に使うようなことがない分、彫り込みの仕上がりをきちんと確認することが大事になります。小さなミスなどによってグレードがあったり、ハワイ以外で作られていたり、これを知らずに見落として買ってしまう方が実は結構多いんですよね。ハワイで買ったリングが実は中国で作られていたということもあります。まずはハワイで作られていること、そして丁寧な手仕事で作られていることが大事なポイントとなります。今見ておすすめするハワイアンジュエリーのショップはシェラトンワイキキの中に入っていて、有名人にも人気のナンバー8ジュエリーというお店です。ハワイアンジュエリーとインディアンジュエリーを扱っています。ここのおすすめポイントはいくつかあります。一つ目は高いクオリティでハワイの職人が丁寧に作った高品質ジュエリーのみを販売しています。二つ目はフレンドリーで知識豊富なスタッフが静かなショップでゆっくりと時間をかけてアドバイスしてくれます。3つ目はオーダーメイド。これも大きなポイントですよね。好きな花などモチーフの希望をデザインに反映してくれます。数日以内に世界で1つだけのジュエリーを作ってくれます。4つ目は文字入れのサービスです。ご自身の名前、記念日、
愛のメッセージなど、リングやペンダントの裏に刻んでくれるんですね。先ほどのリリオ・カウラニ女王がビクトリア女王に送ったように、オリジナルのメッセージを刻むこともできます。こういったカスタムデザインや文字入れのサービスは日本人には嬉しいですよね。なお、エイジさんが以前こちらのブランドのコマーシャルを手掛けたので見てみましょうか。お願いします。あれ、音声が出てないですね。皆さんもハワイアンジュエリーを記念に作ってみてください。はい、それでは、はい、大人気特別企画のコーナーに行きたいと思います。ここでは毎回厳選された話題にスポットを当てて掘り下げるコーナーになります。第6回目となる今回は日本でも話題になった、お一人様レストランについてなんですね。女性や親子で気軽に行けるレストランとその魅力、おすすめのメニューや楽しみ方をご紹介します。はい。留学中に今日は外で食べようかなって思われること多いと思うんですけれども、ガイドやウェブ情報の大半は家族や2人以上の旅行者を対象としていて、一人での楽しみ方をあまり想定していないですよね。またレストランといっても数が多すぎるので、ちょっと設定をしたいと思います。今回はハワイに留学中の女性、あるいは親子留学中のママが自炊に飽きて、週末に思い切って少しゴージャスに朝昼晩とレストランで食事をするっていう設定にしたいと思います。住んでいるところはワイキキとします。はい、それでは行きますね。土曜日の朝です。早朝のカピオラニ公園にお散歩に出かけます。ワイキキのすぐ隣なんですが、自然が残るこのエリアはエネルギーに満ち溢れていておすすめです。ビーチ沿いや水族館の横を歩いて約 3.2 キロある公園の外周をぐるっと回ります。そろそろ季節的に公園にたくさんなっているシャワー釣りが咲いて、風が吹くと桜吹雪のようになり始める頃だと思います。公園の山側にはハワイの聖樹とされてきたバニアンツリーがありますね。このエリアの魅力はまた別な企画でご紹介したいと思いますが、今回はカピオラニ公園での外周約1時間弱のすがすがしい朝のお散歩を楽しんでみてください。まずこのエリアでおすすめの朝食なんですが、ワイキキの端っこカピオラニ公園のすぐ隣にあるクイーンカピオラニホテル内にあります。歴史と伝統あるホテルなんですが、最近リノベーションを終えてきれいになりました。6階にあるダイヤモンドヘッド、パノラマビューで見れるデックと呼ばれるレストランが大変おすすめなんです。すがすがしい風が入る開放的でオープンな店内で、土曜の朝食メニューでおすすめなのが、ピンク色が可愛いグアバジュースと、衣がサクサクなフレンチトーストです。ハウピアとハワイで呼ばれるココナッツソースと、塩キャラメルのソースのマッチングはぜひ食べてみてほしい一品です。もちろんがっつり派も小ずれ派も OK で、様々なメニューも魅力ポイントなんですね。デックは盛り付けやデコレーションの可愛さが特徴で、写真を撮ったりダイヤモンドヘッドをのんびり眺めながらちょっと贅沢な時間と朝食を楽しめると思います。はい、優雅な朝食の後はホテルに戻って一休みをして、今度はお買い物と散策を兼ねてお出かけに行きたいと思います。今日はウォールアートとおしゃれな街並みで話題のニュータウン、カカアコに行きます。ウォールアートや可愛い街並みを歩いて楽しみつつ、日本では手に入らない文房具やおしゃれなリゾートウェアのセレクトショップなどでお買い物を楽しみます。土曜日であればカカアコのファーマーズマーケットでショッピングもいいかもしれません。歩き疲れたら、ランチの時間帯におすすめなのがアルボカフェです。カカアコにある中心的商業施設のソルトにあるとても可愛いレストランなんですね。明るく開放的で洗練された店内では、ハワイの花を使った生け花や地元のアーティストが手掛けるアートが並んでいます。ローカルの人たちに溶け込んでおしゃれな空間でまったりできるランチがいいと思います。そんなアルボでおすすめなのがセンスを感じるラテンアートが施されたカフェラテと一緒に楽しむサンドイッチで、スモークサーモンのサンドイッチとハワイの新鮮な野菜とアボカドを使ったトーストサンドイッチなんですね。盛り付けもすごくおしゃれですよね。可愛さももちろん大事なんですが、こちらのカフェ味もちゃんとしていることでおすすめです。あまり重たすぎないカフェランチを楽しんでのんびりできる空間で、学校の宿題をやったりしてもいいと思います。その後はのんびり散策したり、ビキと呼ばれる自転車シェア
を駆使して寄り道しながらワイキキに戻っていくような過ごし方もいいかもしれません。はい、ワイキキのホテルでショップを回ったり、洗濯を早めにしたりの後はね、今度は少し早めに夕食をおすすめします。ワイキキの中心にあるシェラトンワイキキのラムファイヤーはおすすめです。こちら、コロナ前は週末にクラブ&バーとして観光客やローカルの人々で賑わっていましたが、あえて混雑する前の早めの時間帯を楽しむハッピーアワーをおすすめします。では、私の方からもお話しさせていただきますね。ご存知の方も多いと思いますけれども、ハッピーアワーはディナーの時間帯の混雑する前に、お酒や食べ物を通常よりもリーズナブルな料金で楽しむことのできるシステムです。ハワイのレストランではよく利用されております。観光や留学で行かれる方々は、時間が自由になることが多いので、お得なハッピーアワーを楽しんでいただけると思います。また先ほどクラブとありましたが、クラブイコール若い人向けというイメージは、週末の遅い時間になったからです。そのため早めの時間帯はシニア層も意外と多く、静かで大人の時間帯という感じになります。ラムハイヤーでのおすすめの過ごし方は、そうですね、ハワイのクラフトビールとかカクテル、そういったものと一緒にサンセットを楽しむんですね。この魅力はダイヤモンドヘッドから反対側までパノラマビューで、ね、海を、眺めることができます。エイジさんのお気に入りのところなんですね。で、うまくいくと太陽が水平線に、ね、沈む最後の一瞬に緑色の光が見えるグリーンフラッシュというのがあるんですけども、こういった幸運にもですね、出会えるかもしれません。はい、グリーンフラッシュってよく見えるんですかね。天気の日、そして、運が良ければ見れると、そしてこれを見ることができると非常にも幸運になるというふうに言われてます、ね。私もまあ3回か4回ぐらい見たことあります。ああ、そうなんですね。じゃあそんなに頻繁には見れないんですかね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ラムファイヤーはお店の両側、外のテラス席がおすすめということですね。ファイヤーという言葉が指すように焚き火があって、その周りで涼しさと風と火のぬくもりを浴びながら、ハワイのマジックアワーと呼ばれる黄昏を楽しむのがいいと思います。ヨーロッパやアメリカ本土の人々には火があるところで、家族や親しい人たちと集まるカルチャーがあるんですよね。そういった人たちに紛れて水平線を見ながらカクテルを飲む時間はとても優雅で大人の過ごし方ですよね。さて、ドリンクですが、ビールであればマウイ島の地ビール、ビキニブロンド。カクテルであれば、ラムやパッションフルーツ、パイナップルジュースが入った青の綺麗なサンド&シーがおすすめです。おつまみはガーリック枝豆がいいと思います。日本だと枝豆はほぼ塩味ですよね。ハワイの人たちはガーリックで食べるのが大好きなんですよね。はい、メインはアメリカっぽいパニオロハンバーガーを周囲の目を気にすることなくガブッと食べてください。ここのハンバーガー、実はハワイのおすすめのハンバーガーの一つで、アメリカらしくダイナミックで噛み応えがあって、肉汁たっぷりなので、ぜひ試していただきたい人気の一品です。季節にもよりますが、涼しい風に吹かれながら沈む太陽をぼやりと眺めて、リラックスして過ごせる極上の時間を味わえる場所です。はい、さてここで特別企画の番外編もご紹介いたしますね。ハワイのグルメを毎日食べてるとほぼ確実に和食が恋しくなると思います。豪快なお肉料理が多いとお魚が恋しくなる方も多いと思います。また美味しい味噌汁も飲みたくなりますよね。そんな時におすすめなところが、先ほどのデックにほど近いパークショアホテルの中にある義経さんです。ここはハワイの和食店の中でも超がつくほどベテランのレストランで、とても長い歴史があります。お寿司や天ぷら、すき焼きや鍋料理、焼き魚などが美味しいレストランで、のれんをくぐってこじんまりとした店内に入ると、レトロな雰囲気でゆったり食事を楽しむことができます。静かな隠れ家レストランで、というイメージですが、木田氏のりたけさんをはじめ芸能人も訪れる名店です。ここは一人でフラッと入っても温かく迎え入れてくれるような、いつでもそんな空気がすごく落ち着くんですね。こちらでのおすすめは朝食メニューの特選鮭定食ですね。新鮮な鮭の美味しさはもちろん、小鉢や納豆、日本人が喜ぶ朝食を美味しい味噌汁と一緒にいただけます。
ここはお米も美味しいんです。ハワイやアメリカらしい食事に疲れた時に日本人でよかったなって実感できるハワイ経験になることと思います。はい、今回もいかがでしたでしょうか。これからも留学中のさまざまなレストランやおすすめのメニューをご紹介していきます。はい、駆け足で来ましたけれども、今回のオンラインサロンいかがだったでしょうか。ご案内の通り、今回よりオンラインサロンは2部制になりまして、この後質問やハワイトークで盛り上がれる時間になります。ご質問がある方はこのままお残りください。お忙しい方、残られない方はこのままご自由に退席してください。はい、以上をもちまして、第6回オンラインサロン第1部を終了いたします。次回は7月3日を予定していますので、退席される皆様ありがとうございました。またぜひ次回も参加してください。お待ちかねの第2部に行きたいと思います。はい、皆さんよろしくお願いします。初めての方もよろしくお願いします。ミュート外していただいていいですよね。はい、ミュート外して、皆さんもこちらはどんどん喋っていただいていいので、よろしくお願いします。お待ちかねだったと思うんですけども。はい、初めての方いらっしゃいますかね。ありがとうございます。お名前はお聞かせいただけますか。はい、よろしくお願いします。じゃあ、はい、いかがでしょうか。ご質問。はい。はい。お願いします。マリエさんもいてくださってるので、マリエさんにも。あれ、マリエさん抜けちゃった。あ、いますよ、いますよ。よかった。マリエさん、マリエさんもいらっしゃるので、ぜひ、もう、あれですね。はい、お願いします。ミッキーさん。はい、おはようございます。今日も楽しかったです。マリエさん羨ましい限りです。日中お子様を学校に幼稚園に行ってる間はマリエさんどんなことをしたりしてるんですか、教えてください。はい、実は私まだ仕事をしておりまして、すべてオンラインでいろいろ仕事を、はい、やりつつ合間にせっかくハワイに来たということで海に行ったり川を見たり、はい、自由に過ごしております。羨ましいです。Wi-Fi の環境なんかはどうなんですか。はい、泊まってるコンドミニアムの方に Wi-Fi の設備は完備しているので問題なく、うん、はい、それは何よりです。ありがとうございます。はい、のんびりしている感じですか、今までになく。信じられないぐらいにのんびりしていて、もう今までと同じ生活ができないというか、今までは一体何だったんだろうってもはや思ってます。はい、なんでビデオね作ってくださって、ビデオの感想どうですか。ビデオの感想、はい、言いたい方、ミキさん、皆さんビデオいかがでしたか、作ってくださったので。すごい様子がよく分かってよかったです。なんかちょっとカクカクしちゃう、私のパソコンがいけないのか、こう動画で撮ってもらってるんですけど、すごい早い静止画の連続みたいな感じだったんですけど、でも様子はめちゃくちゃ伝わって、もういいないいなってずっとつぶやいてました。後日 YouTube にアップして、それルリさんのところに貼り付けておきましょうかね、完全版として。はい、せっかくなので。ありがとうございます。ありがとうございます。またリポートしてくださるんですよね。2週間で終わってるから、どんどん続きを入れてほしい。2週目、3週目みたいな。はい、そのつもりで着々と動画は撮りためておりますので、実はドールのパイナップルステーションだったり、プランテーションの方とか、いろんなところを今巡っているところなので、それはまたルリさんのところで、はい、アップできたらと思います。楽しみになります。スケットなんです。はい、まだまだあるんですよね。ミッキーさんもあと小山さん10月にね渡航予定されてるんですよね。はい、留学を予定されてる。はい、よろしくお願いいたします。ご質問ないですか。今日の動画を見ましたら、ますますもう心は向こうに、そちらの方に飛んじゃってるみたい。
もう自分の実力だけがちょっと問題だと思っております。すごい勉強されていて、今英語の勉強、ね、もう全然もうその分抜けてる方が多いので大変です。いやいや、まあ、いろいろよろしくお願いいたします。お願いします。門田さんいらっしゃいますか。門田さん、門田さん、ね、あ、美恵子さん入ってらっしゃいます。はい、美恵子さんもKCC に興味を持ってくださったということで、はい、ハワイ語とフラをやりたいって言って今計画をされている方なんですが、ね、あれですね、ミキさんはリピーターの方でね、年末にもね行かれるという方で、はいはい、今日のマウイ島のビールってさっき写真で出てたんですけど、あの名前もう一回教えてもらってもいいですか。ちょっとすごい、何でしたっけ、はい、マウイ島のマウイブリューイングカンパニー、マウイブリューイングカンパニーの、あので 銘柄というか、種類が、はい、銘柄、ビキニブロンド、んビキニブロンド、ビキニブロンド、だからビキニの写真、あの絵だったんですよ、ビキニブロン。すごい、あれは飲んだことがなかったんで、すごい知りたかったです。ありがとうございます、エイジさん。スタンドアンドシーはあるんですね。スタンドアンドシーとか。ラムファイヤーね。あ、ラム、うん、あ、そうか。うん、スタンドアンドシーっていうのも出てましたけど。はい、今度、飲んでみたいです。はい、マリエさんがもう今日行こうっていうレストランがきっとありました。ありました。そうではなくて、明日が土曜日なので朝からどうしようかなと思ってたんですけど、カピオラニ公園のカピオラニホテルの朝食から、はい、行ってまいります。早速ありがとうございます。素晴らしい、いいかなと思ってます。ちなみにレストランの営業の担当の方からメニューは予告なく変わる場合がございますので、くれぐれもご注意くださいというふうに言われております。わかりました、行ってきます。はいはい、でせっかくなんで現地の方もマリエさんもいらっしゃるので、ご質問いかがですか。ご質問、宮本さんごめんなさい、見えてなかった。タライアンジュエリーの見て、もう本当確かに昔と全然違うなって感じだったんで、でもあれはやっぱ行かないと買えないですかね。なんかオンラインショップとかあったりしますか。オンラインで売ってますよね、いっぱいね。売ってますか。あとこのナンバー8。売ってますけど、ナンバー8がどうですか。ナンバー8はオンラインやってます。あ、じゃあ見てみます。すごい、ちょっと久しぶりに見たら、これから夏だし、欲しくなりました。やっぱりナンバー8ご存知だった方、行っていらした方います。ナンバー8しのぎしらとも駅でずっとあったんですね。あ、なんか門田さんが手挙げてます。あ、なんか門田さんは歴史もきっとご存知かななんて思いながらお話をしていました。門田さんすごい歴史を詳しいので、うん、きっとね。そうか、あれ多分私のところ映らない。あ、じゃあマリエさんにいいですか。はい、はい、あ、門田さんも外れた。はい、先にじゃあ門田さんいいですか。門田さん、ありがとうございます。はいはいはい、一つなのは、和食じゃなくてこのイタリアンが割と多いと思うんで、イタリアンの食のところをイタリアンフードです。多分ピザとかそういう割とこうカジュアルなイタリアンもあるんで、そういうのもちょっと留学中とかそういうお一人様でイタリアンっていうのもいいんじゃないかなと思って、それも調べていただけたらと思います。そうですね、イタリアン、うん、思い浮かぶのがある方いらっしゃいますか。おすすめのイタリアン、割とどこだったかな、ホテルの中にもイタリアンが結構あって安いんですよね、他の比べて。テラスとか、はい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 、ワイキキにも安いのがあるし、でもう一つはなんていうかな、あとね、今度牧場なんだっけな、会話牧場、山の方に牧場がある、ああいうのの体験、それから自然観察とかそういうのもお願いします。クアロアですかね、はい、クアロア牧場、クアロア牧場、パアロア牧場、はい、
クアロア牧場、はい、行かれてますか？行かれた方、これから行かれるプランの方、マリーさん行かないんですか？あ、もう行ったことあります。あ、クアロア行ってます。うん、はい、クアロア、うん、ですよね。クアロアは、加藤田さんがなんかクアロア近くの大学にも興味があるっておっしゃってましたね。はい、はい、そうですね。それがすごく、なんか、コアな感じですね。そうですね、そう、それから。シャミナードでしたっけ？クアロア近くの大学ってシャミナード？BYU じゃないですか。あ、BYU か。BYU。ね、ブリンガム・ヤング大学っていう大学があるんですけども。そうですね、ありますね。ブリンガム・ヤングは、語学はいいと思いますよ。モルモン教の大学だと思う。そうですね、モルモン教のとこですよね。はい、結構島の反対側というか、まあ、かなりドライブしたところになるので東の、うん、外れの方ですね。滞在はそうすると、例えばあれですかね、滞在どうしますかね。まあ、滞在は大変ですね、あそこはね。見えないからね。うん、まあでもハイウェイ通って真ん中、うん、そう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 。さ、今日言った、今日、ご紹介になった、カピオラニの方は、とてもいいと思いますよ。まあ、ワイヒキも近いし、何でしたっけ、ダイヤモンドヘッドもよく見えますもんね。うん、あそこも、あそこか、カイ、なんだっけ、もう一つ、もうちょっと行ったところの、カイルワ、うん、カイルワですかね。はい。カイルワは、まあでも短期物件は結構少ないですかね、カイルワ。そうですか。カイルワね。うん。ショッピングにはいいけど、泊まるにはちょっとって感じですかね。そうですね。カイルワは住宅街ですかね、結構ね。そうですね。別荘を持ってる人が多い。あ、別荘を持ってる方が多いと思います。うん。そうですね。カイルワが別荘とか、山が近いんで。はい。うん、現地の方が、せっかくいるんで、ちょっと、現地は。マスクはしてますか？はい。マスクに関しては、外と中では違う、規制が違う。マスクに関して、はいはい、マスクに関して私お話しなかったので、マスクの状況、ちょっと村井さんお話ししてください。マスクいらなかったんですよね。2日前ですかね。2日前に、屋外でのマスクは、解禁になりまして、まあ、ですか、一応、ワクチンを2回打った人ということはあると思うんですけども、一応屋外では、解禁になりまして、ただ、屋内、室内に入る場合、もちろんレストランに入る場合は、一応今のところまだマスクはするということになりますけども、うん、外ではマスクをしなくてもいいということになります。ただ、まだしてる人結構です、現実的に。ですので、まあ、日本よりやっぱ進んでるかなというふうには感じます。そうですね。ハワイに行けるという。バスはどうなんですか？バスに乗った場合はするんですか、はい、しないんですか？はい。必要です。今はバスの中、室内と同じような感じですので、バス内ももう書いてありますね。マスクリクワイアっていうね、必ず出てますので、今はまだバスに入るのはマスクが必要になります。バスは、バスボトルにもマスク。タクシーはどうですか？タクシーも一応基本的に求められると思います。ああ、そうですか。はい、ありがとうございます。それではちょっとお時間になっちゃったので、うん、いいですか？言い残しないです。いいですか？はい、皆さんご用事もあるかと思いますので、今日はありがとうございました。皆さんまた次回もぜひ参加してください。はいはい、ありがとうございました。週末をお過ごしください。ありがとうございました。ありがとうございました。アロハ。アロハ。